脂身が多いので柔らかくなるんですね。はい、どうもー、地上波だと誰だか分かんないと言われるリュウジです。今日はですね、なかなかやっとるわけなんですけども、今日はですね、コンセプトとしては酔っ払いでもちゃんとできるっていうね、それぐらい簡単だって意味ですよ。酔っ払ってやれって言ってないですからね、皆さんね、僕みたいに酔っ払ってやれって言ってないですからね。酔っ払っててもできる焼きそば。酔っ払いはね、もう思考停止してるので、酔っ払いは危ないものを使わなきゃいけないんですよ。包丁と火とかは絶対ダメですね。今回は火も包丁も使わないで絶品焼きそばを作っちゃいます。僕でもできるぐらい、酔っ払いでできるってことは、お子さんとかでもね、料理したことない人でもちゃんとできるっていうレシピになってますんで、今回ね、それをね、やっていこうと思います。リュウジのバズレシピ。では、作っていきたいと思います。まずね、耐熱容器ドーン。はい、ここにですね、長ネギ半、2分の1本 50g ぐらいですかね。酔っ払いに包丁を使わせて危ないので、こんな感じでね、切っていきます。はい、こんな感じで、はい、できるだけね、薄く切った方がいいんですけども、こんな感じね。包丁で切る時のコツなんですけども、こんな感じでね、繊維潰してあげてください。平べったくしてあげてください。そうしたらね、切りやすくなります。はい、こんな感じね。はい、こんな感じで切っていくとね、なんとですね、包丁使わなくてもね、ネギが切れちゃうんですよね、これね。包丁を使うとね、まな板も切らなきゃ、まな板も洗わなきゃいけないから、めんどくさいんですよね。めんどくさい料理研究家なので、すいません、本当にね。手間かけたくない。今日はね、豚バラ薄切りです。こま肉とかでもいいんですよ。ロースとかでもいいんですけども、このままだとちょっと大きいんですよね。はい、なのでね、こうやって切っちゃいます。はい、こんな感じ。ハサミでもね、豚バラはね、すぐ切れますんでね。こんな感じ。はい。白だしですね。大さじ1と3分の1ですね。はい、入れてあげてください。お酒、はい、大さじ1。ここにね、焼きそば麺、はい、ドーンって入れちゃいますね。ラップするんですね。ラップして、で、電子レンジ入れて6分半、あ、6分半じゃない、4分半。はい、ということですね、ペッピペッピって言いましたので、じゃあちょっと取り出していきたいと思いますね。やっていきます。はい、でこれね、で、焼きそば麺ってね、電子レンジとすごく相性がいいんですよね。いい感じにこのね、ネギがね、しなっとしてきてるんですよね。で、ネギからも水分出ますね。この水分でですね、焼きそばがすごくね、もっちもちになるか、蒸されてね。黒ごり、ちょっとすいません、下を忘れてましたね。ね、胡椒は思ってる、3杯入れてくださいね。はい、ネギとブラックペッパーの相性はね、本当にいいですからね。アメリカとバッキーぐらいいいですよ。盛り付けていきます。はい、レンジでもね、肉の調理でできるんですけども、レンジで剥いたお肉とレンジで剥かない肉っていうのがあるんですよ。豚バラはね、すごく剥いてる、脂身が多いので柔らかくなるんですよね。いりごま、香りも彩りも良くなりますんで、ラー油ね。僕はね、酒飲みなのでね、レンジで作るネギ醤油そばの完成でございます。はい、ということですね、できましたので、早速食べていきたいと思います。いただきます。あれが一番合うと思います、僕はね。銀白、レモンピューっと入れてね。塩焼きそばにはレモンサワーです。これ鉄則です。いただきます。いただきます。いただきます。あー、これたまらんわ。後がけのラー油の辛さがすごい。もうレモンサワーに合う。レモンサワーに合う合う合う。黒胡椒のスパイシーさもいいですね、これね。麺もちもち、電子レンジでやってるから、これ麺もちもちなんですね。お塩ね、一振りした方がいいかもしれない、酒飲み的に。めちゃめちゃうまいです、これ。こんな簡単にこんなうまい塩焼きそばできていいのかなって感じですね。白だしをね、たっぷり使ってますので、だしの香りもするし、本当においしい、これ。おい、おまわりさん、レモンサワー泥棒はこいつです。
胡椒とフライを効かせたの辛口なんですけども、これはね皆さんね食べるときに調節してくださいね。あ、僕はスパイシーなの好きなんで。うまな、本当にうまいです。むしろ焼くよりうまいかもしれないです。麺マジでもっち、白だしとお酒での水分で蒸してるんですね。あとネギの水分で、これがね非常にうまいんですよ。普通のお食事でもレモンサワーのお供にも非常にね有用ですので、ぜひ皆さん試してみてください。